どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回は鬼滅の刃見ていきたいと思います。いやー、前回からものすごいバトルが繰り広げられてますね。牛太郎の首が切れるか切れないかのところで終わってますので、さあ今回どうなるんですかね。もうね、見ましょう。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。おお、ここからこのクナイね、ひなつるが投げたクナイ、これがね、藤の花から抽出されたものが塗ってあって、もう足も再生しないんでしょ。だからこの状態で首を切ればやっぱかなり短い間なのかな、これが効く時間っていうのは。ここがどうなる。ああ、オープニングか。いやー、まあね、ほんと前回のバトルはもう鬼滅は何回神回があるんだっていうぐらい本当に神回だったけれども、まあね、自分がどれだけ興奮したかっていうのはリアクション見ていただければわかると思いますけど、まあ、あのあとね、何回かやっぱり4話見直したんですけど、まあバトルにね、目が行きがちというか、絶対印象は残るのはバトルだったと思うんだけど、その中にもやっぱり天元のね、過去とかが描かれていた。すごい短い間ではあるけれども、こう、ところどころ挟み込まれていて、で、その中でね、牛太郎に、お前はもう生まれた時から、才能があったみたいなこと言われて、天元がね、そんなはずないって言って、その時にね、あの他の柱の顔がこうポンポンって出て思い浮かぶんですよね。だからやっぱりなんだろう、こう柱だからといって、や頂点ではなくて柱の中でも上はいるから、自分はもっと頑張るんだっていうような、なんか天元のなんか心の強さみたいなのが見えて、すごいいいなって感じましたね。で、どうなる？上限の鬼を倒したらっていうサブタイだろう。お墓か。誰のお墓？あ、渦池。あの、あれかな、他の忍びはじめ9人だっけか、9人ぐらいいて、で結局2人になって最後は天元だけが残ったっていうような話だったよね。うん、さっきから、あー、お墓参り来て、兄弟たちのこと思ってるんだ。ああ、いや、急にうまそうな料理が。いや、てっきりさ、最後残った一人がなんか父親そのものだみたいなことで、なんか人のことをこう道具みたいにしか扱わないみたいなこと言ってたから、うん、そう、それ思ってるのかな。まあ思ってるんだろうね、さっきの言い方からすると。そうなんだ、あんまりよく思ってないのかと思ってた。うん、あー、この3人を連れて里を抜けて、これ見るとやっぱりこの3人の妻たちは天元を立ててる、同じように立ててるのがいいね。この中でも妻がなんかムードメーカーな感じする。
え？なんでそんなことを。派手に生きる。その言葉が見た目のちょっと派手めな武装に現れてたりするのかね。いやー、なんか前回といい、こう過去編には桜が映るよね。なんか印象に残るっていうかさ。なら、ひな釣り。照れてますけど。いっぱいついてるよ。自分でつけたんか。いいね、巻きを。いや、いいね。マキオとヒナは子供っぽいよね。なんかこの中でもヒナツルが一つ抜けて大人びた感じがするって、ここに来た。どうなるのこれ。え、嘘、なんで、わ、もう早い、マジか。うわ、なんかやばそう。くー、これはやばそう。あ、また炭治郎をかばって、天元が。おー、すごい。こう、なんか前回から思ってたけど、二人とも二刀流で同士で戦ってんのがね、ダキ。え、ひなつ、うん、やばくないこれ。うわ、待って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 、いやー、いや、ひなつる、うそ、結構やっぱ天元のお話はこう過去が映るね。すまん。なんかちょっと悲しくなるような感じやめて。どうした、どうしたんだよ、ひなつる、さっきから何回も映ってるよ。うん、ああ、こういう約束をしてたんだ。うん、うんうんうん、けじめ。いや、そんなこと言わないでくれ。はあ、怖い。くー、炭治郎頼む、炭治郎。いや、炭治郎頼む。ここで帯。警戒されてない？でも炭治郎も体ボロボロだよね。マジで。だろう、使うの、あ、
さすがに。めっちゃどうなんだこれ。水と神楽両方使ったの？炭治郎、大丈夫か？体。よかった、ひなつる。炭治郎の根性やばいからね。できた。混ぜたんだ。おお。なるほどね。いやでもよく、なるほどね、こんな状況で炭治郎よく、鱗滝さんじゃん。そうなんだ。その教えをずっと体に染み込まれていたんだ。炭治郎、よし、天元くーはここでアイキャッチが入る。どうなんの。こっちか。もう前回に続きもうバトルがやばい。さすがに切れないか、これ伊之助の剣じゃ。おい、そこ見てんのかだよ。伊之助。いやー、そうだね。キャリを詰めるっつっても帯多いよね。どうすんのこれ。こっちはこっちで。ちょっと笑ってる場合じゃないんだよ。あ、そういうことね。そういうことなんだ。てか全員帯切ってるよ。すごい、全員帯切れる。いや、伊之助が、こっちはどうなんの、どうなんの、こっちは。くー、止められたか。何してんの。何これ。うわっ、ずるい鬼。何天元が今後ろに引っ張ったんだ。何今度。うわ、こっちか。やっぱ近づけないか、なかなか。どうすんの。でも炭治郎こっちに加わった方がいいんじゃない、一回。
んだ。それがいいと思うな。うん、いや善逸、善逸頼りになる。こっちはもう天元に任せよう。でも天元も毒が変わってんだよ。そう、そうなんだよ。うん、いや、こっちにまで攻撃してくんの、牛太郎。おお。ひなつるも早く逃げて。ひなつる、お願いだから。善逸、こっちまでとん戻ってきたんだ、ピョーンって。滝か。どうする。おう、そうだよね、伊之助。うん、複数の方向から。伊之助、お気がする。でも伊之助が思うんだったらそうなんじゃないの。いやー、いけ。しかも二刀流だぞ伊之助。複数方向からいけるよね。そうそれだよ伊之助、マジで。ちょっと善逸がさっきから映るたびかっこよすぎる。うん、いやー、いいよ、すごい。この3人なら絶対いけるはずだ。うん、うん、おお、よし。伊之助かあ、いけ。そうだ、炭治郎と善逸はでも伊之助をどれだけ守れるか。おー、炭治郎もよくまだこんだけ動ける。うん、いやー、善逸かっこいい。すごい。うん、ほほほほ、もうなんかこれだけかっこいい、こんだけかっこいい。決める。いや、もうちょっとつ猛進だね。うん、ほんとだね、伊之助だ。どうなる。どうだ。うん、伊之助、マジでそうやる。いや、マジ言ってくれ。やったじゃん。切ったよね。よし、うん、切ったよ。ノコギリのようにして。炭治郎じゃ切れなかったのに。お、だ、そうだね。この帯、
これ厄介だね。あ、そっか、2人が。うん、そうだね、それがいいと思う。そうだそうだ、早く早く。そう、天元の方、あと牛太郎の首切っちゃえば終わりだ。炭治郎も善逸も加わればいけるでしょう。上限の6だよ、こう抱えてんの。さすが猪之助って感じだよこれ。キレがねえぜ。うん、あ、そうなんだね。うっそ、なんで、あ、そう、天元は、うわっ、うわっ、何今度は。いや、嘘でしょ。いやー、猪之助も刺されて、天元腕、うわー、ちょっと、マジ？何それ？こんなことある？いやー、もう状況が一瞬で変わっちゃったよ。もういけると思ったじゃん、猪之助。首切って。だって炭治郎でも切れなかったあの首だよ。ノコギリで切ったんだよ、猪之助が。でもあと逃げるだけって思ったのに、ダキの方は。てか猪之助刺されてたね。あれ毒で、心臓刺されたんでしょ？超やばくない？どうすんのあれ。っていうか天元も、天元あれも毒だよな、絶対。毒がなければ、だって肩の方まで行ってたもん、毒。手切られちゃってたし、どうすよ。かろうじて戦えるのって言ったら、まあ善逸、あれかばった時に攻撃を受けなければ善逸と、あと炭治郎。どうなんのよ今回も。これあんの？うん、おお、これはさっきの戦いのところを表してんのかいや。うん、ええー、いやー、ちょっとマジかよー。うん、絶対諦めないって。終わったけど、もうちょっと待って。こんな状況になると思わなかった。こんな展開になると思わなかった。もうどうなんの？次が全く読めないんだけど。だって牛太郎にさ、ダキ取り返されてたよね。ってことはダキも復活ってことでしょ？いや、もう炭治郎に託すしかない。はあ、こっから1週間ですか。また待ちますか。はい、ということで今回も同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想なんかありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバイ。